夜遊びの主人公は君だよ。どうも、アキラです。みんなは夜遊びの夜にかける、もう聞いた？夜遊びというのは、コンポーザーの綾瀬さんとボーカルのイクラさんからなる小説を音楽にするユニット。デビュー曲夜にかけるは三大主要チャートの1位を独占し、2020年に公開した The First Take バージョンは2日間で300万再生を突破。原作小説へのアクセスが殺到してサーバーが落ちるという現象まで発生したんだ。そんな夜遊びさんを早速紹介していくね。僕の名前は夜遊び、小説を音楽にするユニットだ。物語こそが音楽を中心としたエンターテイメントの核になる。そう信じてメンバーを探していた時に出会ったのが綾瀬さん。これだ、哀愁漂うメロディーと意味深い歌詞。綾瀬さんは2018年にボーカロイドプロデューサーとして活動を開始し、代表曲ラストリゾートは再生回数400万回超え、セルフカバーも好評を博す新進気鋭のアーティストだ。よし、次はボーカルだ。寄り添って欲しくてロックなんか聞かないと思うけれども、僕はこんな歌で、あんな歌でまた胸が痛いんだ。天使だ、生田リラさん、略してイクラか。イクラさんは小学6年生からギター弾き語りで作詞作曲を開始。中学3年生で2万人が参加したオーディションに応募するも三次選考で落選。しかしこの時、イクラさんの運命を左右する出来事が起こった。審査中に路上ライブで出会った子が、歌を聴いて元気になりました、これからは強く生きます、と言った。その時、イクラさんは気づいた。私はこのために歌っているんだ。私の歌を聴いている人が幸せになってほしいと強く思って歌ったのが届いているんだ。こうやって言ってくれる人のために私は頑張りたい。そして17歳でシンガーソングライターユニットプラソニカに加入し、現在も活動を続けている。あとは物語だ、どうする。そんな時に出会ったのが物語 .com だった。お題をもとにユーザーが物語を投稿するサイトで、作品に合うイラストも投稿できる。2019年の大賞はタナトスの誘惑、さよなら、たった4文字の彼女からの LINE。 それが何を意味しているのか僕にはすぐに分かった。さよならだけだった、その一言で全てが分かった。日が沈み、これだ、最高の物語から最高の曲を作り、最高の歌を歌う。夜遊びプロジェクトはその後、日本の音楽シーンを塗り替えていく。すでに気づいている人もたくさんいると思うけど、夜遊びはユーザー参加型ユニットなんだよね。みんなが書いた物語が歌になる。いくらさんも小説家の星野真世さんもまだ19歳、綾瀬さんは年齢不明。何が言いたいのかというと、いい作品を作るのに年齢は関係ないってこと。音楽と物語の相性がいいってことはよく知られていたけど、それをガチでやってきた夜遊びさんにこれからも目が離せないね。というわけでみんな、ポエム書こう。僕が書いた漫画小説私のこのテレもよかったら見てね。綾瀬さん、曲にしてくれないかな。今日はここまで、また見に来てね。